ゾウはとても賢い動物です。鏡に映った自分の姿を自分のものであると認識することができたり、誰が敵で誰が味方であることをずっと記憶することができるそうです。数百種類もの音を聞き分けることができて、その音を使い家族や仲間とコミュニケーションをとっています。また感情も豊かで、仲間と楽しんだり仲間との別れには悲しみ涙を流すと言われています。今回はそんな感情豊かで共感能力が高いと言われているゾウの話を2つお伝えします。ゾウが仲間に対して深い愛情を見せる心温まる話です。タイにあるゾウの保護施設、エレファントネイチャーパークでのことです。最年少のゾウのカナーラは飼育員のダリックさんにとても懐いていて、深い絆がありました。ある日、ダリックさんが川で泳いでいた時のこと、カナーラは彼が溺れているのと勘違いし、一目散に水の中に飛び込んでいったのです。川で泳いでいたダリックさん、ヘイ、カナーラと陽気に声をかけたものの、彼女はダリックさんが溺れていて、それが助けを求める声だと勘違いしてしまったようなのです。川に飛び込み、ダリックさんのところへ行こうとしますが、ダリックさんは川に流されてしまいます。それでも必死に追いつこうとするカナーラ。ようやく追いつきました。すると、長い鼻をダリックさんにかけ、大丈夫？大丈夫？と言っているような仕草を見せました。そしてダリックさんを抱えて川岸に上がろうとするカナーラ。実はダリックさんとカナーラには深い絆があるのです。昨年6月にこの施設に引き取られたカナーラは、それまで観光客相手に劣悪な環境下で働かされていたそうです。当時4歳で最年少だったカナーラは、仲間の18頭の象と共に長い道のりをダリックさんに導かれながらこの施設にたどり着きました。カナダ人のダリックさんはタイで様々な動物たちを保護する活動を続けています。いつもこの施設にいるわけではないのですが、それでもダリックさんが来るとカナーラは喜び、その姿を見つけると一目散に駆けつけてくるのだそうです。大切な人が溺れていると勘違いしたカナーラ、助けなければいけないととっさに思ったのでしょう。その愛情深い行動に心温まりますね。またインドでは子供を救ってくれた人間に対して感謝の気持ちを表した象がいました。ある日、インド南部のケーララ州で川を渡ろうとした象の赤ちゃんが井戸に落ち、懸命に助け出そうとしている象たちに代わり、現地の人々が救出に取り掛かりました。およそ5時間にわたる救出作業の末、ようやく象の赤ちゃんを助け出すことができました。するとその直後、思いがけない出来事が起きたのです。1頭の象が再会を喜ぶ人々に向かって、長い鼻を動かし、感謝の気持ちを示してくれたのです。インドのケーララ州イエルナークラム県にて、泥だらけの井戸に落ちた赤ちゃん象の救出が行われました。井戸に集まる大人の象に気づいた森林局のスタッフが、重機や作業員を確保し、近隣の村人と協力して進めた大規模な作業だったといいます。
その井戸を崩す作業は5時間にも及びましたが、ようやく赤ちゃんが身動きできるようになったとき、見守っていた人々が何かに気づきました。なんと川の向こうから象の群れが水しぶきを上げて駆けつけてきたのです。それに気づいた赤ちゃんも川に向かって走り出し、大きな鳴き声を上げて走り寄る象たちと合流。再会を果たした象たちはとても嬉しそうで、人々もよかったと一安心しました。とその時、思いがけないことが起こりました。それは赤ちゃんに寄り添っていた母親らしき大人の象が感謝を示すかのように、こちらに向かって長い鼻を持ち上げたのです。お辞儀のように何度も鼻を動かす象にみんなも大喜び。赤ちゃんを囲みながら引き返す群れを温かい気持ちで見送ったそうです。我が子を救ってくれた人々に感謝の気持ちを示した象のお母さん。愛情深さが伝わります。象は人間を見分けることもできるほどに高い認知能力を持っているそうです。そのため優しく接してくれた人間に対しては甘えたり挨拶したりもするそうですが、逆に自分や仲間に危害を加えた人間に対しては非常に攻撃的になるそうです。また記憶力がとても良い象は、一度親切にしてくれた人のことは必ず覚えているのだそうです。きっと象のお母さんは我が子を人々が助けに来てくれたことも理解していたからこそ、人々を攻撃することなく少し離れていたところで見守っていたのでしょう。そして我が子を救ってくれた人たちにありがとうと感謝の気持ちを示したのですね。人々の優しさが象に伝わった瞬間でもあったようですね。記憶力の良い象はきっとこの日のことは忘れられない日となったことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。